村上和は日本の柔道家。柔道の両輪である立ち技、寝技のどちらも極め、さらに立ち技では左右両組で変幻自在の技を得得して、武道家として最も理想とする形を完成させた昭和初期を代表する柔道家の一人であった。戦前の日本選手権大会には4度出場し、1936年から38年にかけて、 大会史上初の3連覇を果たしている。1911年、福岡県久留米市に生まれる。15歳の時に、地元の天野文吉が主催する工部館道場に入門し、その後は、山郡の大民館道場で、包米笛次に指示した。1929年、18歳の時に上京して、行動館で本格的に柔道修行を始めると、 わずか1ヶ月後には初段を許され、2段となった1931年10月には、第2回全日本選手権大会に初出場を果たした。この大会での上位進出はならなかったが、翌32年7月には3段位に列せられた。1933年には、地元、福岡県の警察官となり、ここで武道専門学校出身の荒井十三の指導を仰ぎ、 モロ稽古の果てに、己の柔道を磨き上げた。村上は左右どちらの組手でも、同等に投げ技が効くよう工夫し、試合で、相手が右組なら、自分も右組、相手が左組ならば、自分も、左組という具合に自在に組んで戦うことができた。また寝技にも長寿相手の寝技への誘いにも逃げることなく、堂々と応じた。寝てもよし立ってもよし、さらに立っては、 左右組どちらでも、よしという、柔道の理想を体現した数少ない一人だったと、いう。第7回全日本選手権大会の優勝者たち1936年11月の第6回全日本選手権大会に3段くらいで、一般壮年前期の部で出場すると、初戦で、山口の高橋三郎4段を左足払いで、一戦、続く、準決勝戦で、 北海道の柴田久夫三段を右の払い腰に沈め、決勝戦では蟹鏡の名手として世に知られた愛知の田代文江五段と相対した。この試合で村上は田代の蟹鏡に苦しめられ右足の膝を負傷するが、痛む膝に自転車のチューブを巻いて試合を続行し、最後は左の体落ちで一本勝ちを収めて選手権獲得の栄冠を得た。 1937年10月の第7回全日本選手権大会には5段くらいで一般総年前期の部に出場すると初戦で福島の山崎浩二5段に左の体落ち準決勝戦は東京の麻生達根吉5段に右の大外刈りでそれぞれ一本勝ちし決勝戦では大連の山口と夫5段を相手に試合を有利に進めて優勢勝ちを収め 大会に連覇を果たした。全日本選手権大会において、同一カテゴリーでの連覇は、専門壮年前期の部で、第2回、第3回大会を制した、牛島達熊、同好期の部で、第5回、第6回大会を制した、山本正信、一般壮年前期の部で第4回、第5回大会を制した、中島正幸、同青年後期の部で、第5回、 第6回大会を制した山口幸きに次ぐ5人目の快挙であった。1938年10月の第8回全日本選手権大会にも一般総年前期の部で出場し、初戦で満州の大関5段に右の払い腰で畳を背負わせ、続く準決勝戦では東京の姿節五段を寝技の攻防の末に最後は腕勘で極め、 決勝戦では長野の宮島隆二四段を右の体落ちで下して大会史上初となる3連覇を達成した。一般選手の部ながらオール一本勝ちという圧倒的な実力差を見せつけての異業であり、この記録は専門総年前期の部での第7回、第8回大会及び実質的なその 後継カテゴリーとなる専門選手の部で第9回大会を制止大会3連覇を果たした柔道王木村正彦と共に大会史上に残る金字塔となった。6段くらいとなって迎えた1941年4月の第10回日本選手権大会では初めて専門選手として出場することとなっており、検討が期待されたが事情によりやむなく、 大会を棄権をした。翌42年10月の第13回明治神宮国民連成大会には一般の部に出場したが、決勝戦で富山のあぜた弱きを相手に優勢で破れ、準優勝で大会を終えている。1960年に福岡市南区大橋に施設道場となる九州柔道館を設立し、以後はスーの門人の育成、指導に当たった。 しかし戦後の柔道に対してはかなり批判的で、本来、柔道とは、技で勝負するもので、体の小さいものが大きいものに勝つのも技である。最近の柔道選手には、足技が少なく、選手の技の研究が不足していて同じ技のみに、頼りすぎで、次の試合では技を変えて勝負できるよう技の研究を、すべきととき、また柔道界の運営についても、 審判規定が煩雑で一般の慣習に分かりにくく、柔道への関心が薄れているのではないかと警鐘を鳴らしていた。身長169.7センチメートル、体重90キログラムの体育で、左組からの体落ちや払い腰、右組からの大外刈り、払い腰、払い吊り込み足といった技を変幻自在に使いこなし、寝ても横四方方や、 放棄さ方を得てとする万能型選手だった村上。現役時代の活躍や柔道界への貢献から、1961年には行動間より八段位を許された。柔道評論家の黒田武氏は後に、戦前に称された柔道王国、福岡を代表する選手の一人として、姉井康之助や田中末吉、松本康一ら往年の名選手と共に、村上の名を挙げている。 ありがとうございます。